今映しているのが私の手元のスマートフォンなんですけれども、このようにご覧ください、ご覧ください、興奮しちゃいました、ご覧ください、このように普段お部屋では見えないホタルが見られるんですよ。どうでしょうこのようにホタルの数とか点滅の速さなども調整いただきたいと思います。どうでしょうかね、ホタルの数増やしたい場合はこの左のカーソルを動かしてください。たくさん湧いてきましたね、とても幻想的な光景になります。まあ、ぜひね、なかなか遠出できない方も多いかと思いますので、ご自宅先でホタルを AR で楽しんでみてはいかがでしょうか。点滅の速さなどもできますし、あとはこのナイトモードと日中のモードがありますね。こちらが普段の明るさで、夜のナイトモードを見るとこのように暗い中でホタルを楽しむことができます。ぜひご活用ください。どうでしょうかね、皆さんホタル興味のある方いらっしゃいますか。アプリで見ることができますのでご覧いただけると嬉しいです。AR のホタルの機能をご紹介しました。28歳檜山沙耶ゲーム おやすみなさい、リンゴキュン